パブロネ・ネルーダは、チリの詩人、外交官、政治家。本名は、リカルド・エリエ・セルネ二人、レジェス・バソアルト。チェコの詩人・ヤンネルだから、筆名を取ったが、後に、これを本名とした。チリの国民的詩人として知られる。バスク系チリ人の家庭に生まれる。1934年、外交官として、スペインに赴任した。スペイン内戦を目の当たりにして、 共産主義に接近し、人民戦線とスペイン共和国を支援した。1945年には上院議員に当選、同時にチリ共産党に入党したが、1948年にビデラ政権によって共産党が非合法化されたため、国外逃亡を余儀なくされた。イタリア亡命時代を題材に映画、イルポスティーノが作られた。その後、1958年に、 共産党は再び合法化された。1962年には、モスクワを来訪し、パキスタンの詩人ファイズ・アハマド・ファイズと出会い、その後も交友が続いた。1970年の大統領選挙では、一時共産党から大統領候補に押されるが辞退し、社会党のサルバドール・アジェンデが、左派統一候補として、立候補し当選した。その結果、チリは、世界で、 初めて民主的な選挙によって社会主義政権が誕生した。ネルーノダはアジェンデ政権から中仏大使を任命され、在任中の1971年にノーベル文学賞を受賞したが、癌に侵されていたため、1972年に大使を辞任し、チリに帰国した。しかし、翌1973年9月11日、 ピノチェと将軍率いる国軍がクーデターを起こした際、兵士がネルーダの家に押し入り、調度品を叩き壊し蔵書を破り捨てるなどして徹底的に家を破壊した。彼はこのことにショックを受け、病状は急激に悪化したと言われる。9月23日、帰得状態に陥ったため病院に搬送されたが、途中軍の検問で停止させられ、 救急車から引きずり出されるなどしたために到着が遅れ、病院に着いた時にはすでに死亡していた。彼は病気で死に、クーデターで魂を殺された。彼は二度死んだのだとチリでは言われている。ネルーダの死因は長い間病死とされてきたが、彼が属していたチリ共産党は2011年5月、毒殺の疑いがあるとして、サンティアゴの高訴裁判所へ告訴状を提出。これは、 ネルーダの元運転手の証言を元にしたもので、同党は、毒殺がネルーダによる海外での反クーデター活動の阻止を狙った軍部によるものとの見解を公表している。2013年2月、チリの司法当局は、死因の確認のため、ネルーダの遺体を掘り起こす方針を決定し、同年4月8日に、同国中部イスラネグラにある墓地より遺体を掘り起こし調査を開始。 同年11月8日、司法当局は、ネルーダの遺体より、毒物は検出されなかったという調査結果を発表したが、死後すでに40年を経過しおり、その間改装されており、当時の毒薬の製造技術水準からして、殺害に使用された薬物、あるいはガスが、すでに体内から分解または排出された可能性も、十分考えられるため、安易な毒殺説の払拭に、 疑問の声が起こっている。また、ネルーラに注射を行ったとされている、サンタマリアクリニックのプライス博士の正体も依然謎のままになっている。代表作に、チリの自然の美しさを歌った、マチュピチュの高みや、女の体などがある。1971年に、ノーベル文学賞受賞。ガブリエル・ガルシア・マルケスは、どの言語の中でも20世紀の最高の詩人と称えた。 若い頃から詩人として、名をなした。しかし、当時としては性に関する描写が多めで、下品だとの批判も、分断からあった。離婚を2回しており、最後の妻に送った、死、百の愛のソネットが有名。南米では、頻繁に死の朗読会が開かれている。アメリカのベトナム戦争でのやり口を批判した、ニクソンサイドの勧めなどがある。ニクソンよ。 この死の力で打ちのめしてやるなどの名文がある。比喩が非常にうまく女の体で女性器をチコ骨のバラ、また女を肉のりんごと表現している。また彼の比喩のうまさは映画イルポスティーノのテーマともなった。彼の家とイスラネグラの2軒の別荘はどれも地理の観光名所であり大勢の人で賑わう。南米ではチェゲバラと同様にサハのヒーローの一人である。 ありがとうございます。